清水宇三郎、明治43年1月20日は、武蔵区に埼玉郡羽生村出身の実業家。母は、根岸智山の妹。浅草の水穂屋として名を馳せたことから、水穂や宇三郎とも呼ばれた。酒造業を営む清水家の三男として生まれる。吉川波山に漢学を学んだ後、三栗周平に蘭学を学んだ。 1854年には、筒井正則の友人として、下田で、ロシア全権大使のプチャーチンに会い、臆することなくヒアリコーと声をかけ、返答をもらい、外国では身分の区別なく言葉を交わすことに感激した。今でいう、国際感覚の気象に富んだ人物であったことが、うかがわれる。1849年に、江戸に出て、洋楽の習得を目指し、桜の乱行為。 佐藤大善の下で乱語の ABC を教わる。商人として、1859年に、横浜で親戚の偉人相手の大豆商店を手伝いながら、イギリス言葉の必要性に気づき、通字の縦石徳十郎、立石藤郎らから英語を教わる。習得も早く、1860年には、辞書、縁切ギリ言葉、英語辞典を発刊する。また、 幕末の外交面でも活躍し、1863年の撮影戦争の際には、幕府の許可を得て、英国軍艦に同乗し、英国側通訳として和平に尽力。英国艦船に拘束されていた薩摩藩の古代、蔡助、松木博安を保護し、実家や親戚宅でかくまったりした。三栗周平の勧めにより、1867年のパリ万国博覧会に、 日本人商人として唯一の参加、出品を行う。その売りは徳川秋田家を主犯とする幕府の万博参加施設団と共に等。パリ万博でうさぶろうは、檜の木作りの茶店を作り、三人の芸者に球仕や芸をさせ、一際人気を集め、ナポレオン三世から銀メダルを授与された。パリ滞在中には、小取引の祖語によりフランス人商人から訴えられ、 裁判を経験した。万博の後、欧州の学問、工芸を学び、アメリカを経由して帰国した。八百六十八年の帰国後には、浅草に水ほやを開店し、洋書の輸入を皮切りに、貿易商として活躍、翌年、店を日本橋に移転。その片荒印刷機を輸入して出版業も始め、国新聞を刊行し、海外事情を紹介した。その他、 すべての歯科材料が輸入品だった1880年代に歯科材料の輸入販売で活躍したことで知られ歯科全書などの出版も行った。また明治5年に博覧会を買いくのぎという憲白書を政府に提出。その内容とは博覧会を開催して天下万民の見識を広め産業を盛んにして英物の右に出ることが私の立っての願いなのです。 我が国の技術者たちは、一度博覧会で西洋の機械に触れれば、たちまち知識も技術も高まって、かの国の力を奪うことになるでしょう。彼は、博覧会を開くことにより、日本が貿易によって栄える道を切り開き、また、西洋の製品の実物を見せることで、多くの日本人を触発し、これからの日本が、西洋の製品をそのまま輸入するだけでなく、西洋の技術を身につけ、 自ら製品を作ることができる国にならなければならないと提唱した。政府も博覧会を開くの見込み、実に見事なりと評価。文部省や公部省に改覧した。後に明治10年第1海外国官業博覧会を開催。当時最新式の西洋の機械が展示された。宇さぶろの提言は政府の政策を先取りする先見性に満ちたものだった。 1874年には、英国の科学の入門書を翻訳した、物割りのはしごを出版。また、金文字論者としても知られ、民六書の機関誌、名六雑誌に、ひらがなの普及が、国民全体の知識や、教養の向上に役立つと主張した。この考えに賛同した学者たちと、金の友という会を発足させ、機関誌、金の導きを創刊し、金文字論を展開した。 晩年には、我が世の記状を書き残したが、これらはすべて金文字で記されている。1910年1月20日に死去、去年82。埼玉県羽生市北の正光寺にある、清水宇さぶろの墓には、心座清水宇さぶらの墓と記されている。ありがとうございます。